どうも、ヘイちゃんです。今日はね、東六甲でいつもの坂瀬川ルート登ってから、いつもね、おまけでいろんなとこ走りに行くんですけど、今日はハニー坂、裏ハニー通って帰っていきたいと思います。でね、今日もね、どうでもいい話しながら走ろうと思うんですけど、もうね、52歳でね、ヒルクライムはまだね、10年20年続けていきたいんで、体力作りをねしてるんですけど、まあもうそれもあってね、登ってるんですけどね、しんど、ね、体力作りしていこうと思ったら、黒森ってね、めちゃめちゃいいなと思うんですけど、黒森だけやとね、やっぱね、ちょっとレース出たりとか、若い人とグループライドしたりしたら、ちょっとしんどいんで、まあね、人に寄り切りや言われたら、そうかもしれへんけど、そういう時にね、ちょっとおすすめなんかね、黒森とね、カーボンバイクの2台持ち、まあちょっとお金、金銭的な問題もあるから、なかなか人には勧められへんけど、もしできるんやったら、黒森とカーボンの2台持ちが一番ね、いいかなと思います。カーボンはやっぱりね、軽いし、速いし、私、エモンダ、クロマティーゴ、エモンダの SLR のハイエンドの、レオンの自転車、もう、変態的な組み方したやつ持ってて、それとね、このパナモリ、あとマウンテンもあったりとかするんやけど、まあ、ロードは、クロモリとカーボン2台持ちで、行ってて、それってね、練習すんのに普段、黒森乗ってたらね、まあ重いし、ただまあ乗り心地いいとかね、そんないろんな、ええ部分もあるんやけど、やっぱり重いし、トロいし、やけど、重いのをね、しっかり踏む練習になるし、でね、緩く走っててもね、全然格好悪くないっていうのもあるし、まあほんまヘロヘロやのに、ゆるポタを装って、走ってるというね、いつも私がよくやるやつ。ほんまは、六甲山、東行って西行って、裏行ってとかしてて、ヘロヘロなってんのに、で若い人に抜かれて、頑張ってくださいみたいな感じのこともね、たまに言われるんだけど、あ、今日ゆるポタなんで、みたいな感じでね、行くことがあって、全然ゆるポタちゃうんやけど、まあ練習でね、そんなんやってます。そうね、二台持ち、すると、黒森で、まあ、パナモリ3回ぐらい乗って、たまにエモンダ乗ると、めっちゃタイム出る。まあタイムはね、あんまり気にしてないから、PR とか出たらいつもね、ストラバは消すようにしてて、人にタイムが何分やとかって言われるんかね、嫌なんで。最近は、ほんまにタイム出てへん時のやつだけ、残してて。
去年一昨年ぐらいはねまではもうほんまに、工事橋から40分とか切ったら、ほぼほぼ 100% 消してた。工事橋から40分切ることは坂瀬から52、3分とか、まあ、PR は48分なんぼやったけど、それはもうだいぶ5、6年前の話だからあれやけど、まあ、55分切ったらいつも消してたかな。だからね、別に PR は狙ってへんねんけど、長く付き合うためにね、黒森乗って、やっぱかっこいいしな。抜かれても全然平気やし、ただね、モンダ乗ってると、ああいうハイエンド乗ってるとね、それなりにカッコつけたくなるんで、まあ下手れのおっさんといえ男の子やから、これはねちょっとやっちゃうんやけど、まあね、荷台持ちはめっちゃ練習になるから、もしね金銭的に許されるんやったら、ぜひねチャレンジしてほしいなと思う。まあ別にね、新しいやつじゃなくてもいいし、でプロモリはね長く乗れるから、黒森買ってしばらく練習して筋力ついたらカーボン買うってね、そんなんでもいいと思うし、黒森はねフレームが花森でもね値段上がったって言っても15万ぐらいだから、ラハニーの今一番しんどいとこだからね、安いフレーム買って、あの古い105のキットでもええし、それで自分の思うように組んで乗って筋トレしてカーボン買って、で普段の筋トレは黒森、タイム出したいときはカーボン、お金貯めてね何か買うとか目標を持ってするのってね、あの大切かなと思って、気軽にローン組んだりね、誰かに買ってもらうとか、こんなんじゃなくて自分で愛着持って長く大切に使うと、荷台持ちはね贅沢です。でも車買ったり、あのゴルフ行きまくったり、キャバクラ行ったり、しょうもないね遊びで金使うぐらいやったら
荷台持ちしてもね、うまいことやったら荷台で100万円以内で収まるけど、車好きやねん言うて車買って、今車高いから400万で改造したいねん言うてホイール変えてどのこうので100万、総額500万とかするんやったら自転車健全やし、新しいね出会いとか人間関係もできるし、で大森から始まってカーボン2台持ちでレースとか出るようになったらいろいろ目標もできるし、年齢も関係ないしね、6校でできた友達がみんな年齢もバラバラやし、20歳ぐらい下の子らになんか張り合われたりとかするのもね、まあ俺20歳二回り上やでと思うけど、でもそれもよく考えたら光栄なことやし、一応やったるわという気持ちにもなれるんで、そんなんてね、自転車とかちょっとしたスポーツの世界だけなんで、ゴルフもね同じように競い合えるっちゃ競い合えるけど、私ね自転車ハマってからもうゴルフはもうきっぱりやめて、まあ道具はあるけどもう多分しない。はい、ここ一番高いところ、まあいうことなんでね、カーボンとね黒森の荷台持ちおすすめ、趣味の世界としてはこんな美しい世界僕はないと思ってるんで、ぜひね始めてほしいと思うし、チャレンジしてほしいなと思う。若い人はね買うんやったら黒森最高なんで、かっこいいしね、若い子が逆にね黒森乗ってたら注目度高いと思うし、6校でもね1人若い言っても30代やけど信之くんとかね黒森でバッソで富士ヒルシルバー取ったりとかね、めっちゃかっこいいなと思うし、彼とかめちゃめちゃ努力してるしね、そんな遊びもできるんでね、まあ全然気軽に始められると思うんで、黒森、まあ私はパナモリ乗ってますけど、パナモリもかっこいいんで、このレーシングデザイン、ほんでリムブレーキ、最高やと思うんで、まあぜひね、同じように、まあこのチャンネル登録者数そんな多くないけど、見てもらってね、パナモリかっこいいなって思ってもらったら最高やし、まあパナモリじゃなくてもスチールバイク、この細身のフレームかっこいいんでね、でこれプラスなんか大会とか出るんやったら、カーボンバイクちょっとお金貯めて買って、まあそっちでねお金かけてもいいかなと思うんで、荷台持ちいいですよっていう動画でした。まだ後半ちょっとねまた他の話したいと思うんですけどもね、今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。